チワース、前回クラフトしたハングマンズアリーの入植者に、ジャマイカプレインにいる奴らの始末を頼まれたので、フェラルを始末したついでにクラフトしました。ご覧くださいませ。まずは外周からご覧くださいませ。こちら側に、ネオンの看板を立てて、離れたところからでも確認できるようにしました。へえ。暗いの好きじゃないんで、外側にも照明当ててます。あ、ここ暗いね。後で照明、追加しましょう。ははは。こっちに、ガーデンプラントの床を敷き詰めて、作物を植えています。作業台は、そこに設置しました。作動音がうるさいウォーターポンプは、またまた、クラフト班以外に設置しちゃいました。えへへ。うるさい。ダレットを設置して、ウォーターポンプを守らせています。お、入植者がいるよ。感謝の言葉でもかけてくれるかな。余計なことしに来たのでなければいいけど。言ってくれるね、プンプン。今のは、なかったことにして、中を見てちょ。おっと。お、繁盛してるね。いつものように、一階を飲食店にしました。へえ、魔王様に、チートの使い方を教えてもらったので、募集ビーコンは設置してません。あれって、垂れ幕、それともカーテン、呼び名はわからんが、これをつけんと。消えない壁の汚れが目立ってしょうがないんです。ははは。これこれ。1階は、こんなもんです。じゃあ、上の階をご覧くださいませ。農作業を終えたら、直接建物に入れるように扉をつけました。えへへ。今回もクラフト容量10倍にしましたが、なんか知らんけど、すでにいっぱいいっぱいで、何が原因かはわかりません。ははは。次に3階をご覧ください。この垂れ幕も消えない汚れ隠しです。へえ。迷路的な作りは2階と同じです。えへへ。ここが最上階です。ここが一番複雑かもです。へえ。おっと。角部屋は、二人用にしました。じゃあ下へ降りることにしましょう。おっとっと。あれ？めんどくせい、作りにしちゃったよ。そういえば、トイレとシャワーを作るの忘れちゃったね。作りましょう。ついでに暗かった場所に街灯をつけました。えへへ。それではご覧くださいませ。これで階段を踏み外すことはないね。明るくなったんで、この先にある水たまりに落ちることもなくなったよ。ははは。ぐるっと一周、街灯をつけました。ははは。こんな感じで街灯を設置しましたが、クラフト容量の残りはミリ単位になりました。あはは。最後に、トイレとシャワーをご覧くださいませ。赤の扉が、シャワーで、
緑の扉がトイレです。ちょっと使ってみます。まずは、シャワーからオートドアなんで見られることはありません。へえ。なんだ、扉が開いているじゃねえか。外から丸見えになっちゃうよ。こっぱずかしいね。出ましょう。トイレの方は、大丈夫かね、ドキドキ。あ、やば。ふう、危なかった。トイレに入ったままですが、こんな感じでジャマイカプレインをクラフトしました。何のパーツがクラフト容量を圧迫したのかはわかりませんが、クラフト完了しました。じゃあね。